ヤーシン、おはよう。よう、カイカ。とうとうあの鬱陶しい挑発を切ってくれたんだな。実にスポーツマンらしくて良いではないか。別にお前に言われたから切ったわけじゃねえよ。大会が近いんでな。うん、誠に嬉しいぞ。だからお前に言われたからじゃないんだって。何怒ってるんですシーン。いやどうもな、カイのやつにとやかく言われるのも腹が立つが、褒められるのもまた腹が立つんだ。そんなわがままな。そろそろ例のお化け作戦を決行してあいつをギャフンと言わせてやろうぜ。はい、明日は入試の合格発表ですから、カイはきっと校内のあちこちを意味もなく巡回すると思います。その時が狙い目ですね。何張り切ってんだよマリア。見ての通り、三海高校入学に備えて制服にアイロンをかけてるの。うん、だってさ、明日の発表で落ちてるかもしれないんだろ。なんてこと言うのこの子は。あんなに勉強したんだもの、合格してないわけないでしょ。だいたいさ、三海高校って私服なんじゃなかった？なんで制服着るわけ？そんなの決まってるじゃないの。あ？その方が可愛いからよ。08310831。あった、やったわ、合格だ。合格か。おい、ん、お前いつかの変なやつじゃねえか。あのリュウツだっけ。ああ、あの時の短気な男か。お前合格したのか。まあな。お前は。俺はこれから見るところだ。俺の番号はと、あんた合格してるわよ。ガハーマリア。え、俺合格してるって本当か。ええ、残念ながら本当。そうか。いや、そうでなくちゃな。俺が合格か。いや、これはすげえぜ。って待てよ、なんでお前が俺の番号知ってんだよ。あんた私の隣の席だったじゃない。つまり私の次の番号でしょ。残念ながらその番号がちゃんとあるわ。しかしマリア、よくもお前俺が自分で発表を見る楽しみを奪ってくれたな。え、今はあんたと同じクラスにならないことを祈るだけよ。くー、可愛くねえ女。おい龍、なんか言ってってくれよ。あれ、どうしたの。いや、ここにいた龍って野郎が消えてるんだ。龍？ああ、ここにいたんだ。うん、最初から一人だったわ。そんなことねえって。それってもしかして幽霊じゃないかしら。って何言ってんだアホらしい。俺は帰るぜ。どうぞご勝手に、私は校内を探索するわ。ここにマイクがあります。また北校舎の裏側の森一帯にスピーカーが埋めてあります。つまりこのマイクで話すと、生物部の教室にいながらにして森の中に声を流すことができるわけです。うんうん、それで。この窓から見てください、ほら。今カイが竹刀を持って北校舎の方へ向かっていきますね。このマイクを使って女性の悲鳴でも聞かせれば、カイは必ず森の中へ入っていきます。なるほど、そこでお化けの声を放送してカイのやつを脅かせばいいわけだな。この中にこんな森があるなんて。何か妖気が漂ってる感じ。よし、探検よ。我が三海高校は実に広い。この広大な敷地すべてに風紀を徹底させるのは並大抵のことではない。しかしそれを成し遂げてこそ、この私は伝説の風紀委員長石田巌先輩に肩を並べることができるのだ。よし、次はこの北校舎裏の森の中を巡回だ。ではどうぞシン、このマイクに向かって思いっきり悲鳴を上げてください。よし、じゃあ一発いくぞ。キャーキャーな、絹を裂くような女の悲鳴、何か事件か。確かに例の叫び
び声だわ。どこだ悲鳴の主は。おのれ迷ってしまった。全然方角がわからん。うわっ、なんと私としたことがつまずいて転んでしまった。誰かが草の中で寝ている。誰だ、人を蹴飛ばすな。君はなぜこんな場所で寝ている。どこで寝ようが勝手だろう。見慣れない顔だな。まさかさっきの姫は君か。何のことだ。そろそろカイが森に入った頃でしょう。ではシン、マイクに向かってカイへの恨みつらみを話してください。よっしゃ行くぜ。お化けに名を借りてカイのやつに自由を訴えるんだ。さっきの不気味な声は確かこの辺りだったわ。何この音。自由を、自由をくれ、我々に自由を。この声、ひょっとして本物の霊だわ。この土地に縛り付けられた自爆霊が自由を求めて叫んでいる。我々の自由を奪うな。何、今何かが光った。ひょっとして人だな。また人だな。とうとう私本物の霊に出会うことができたんだ。あー感激だわ。やっぱり霊は存在するのよ。やったー、やったー。ちょっと待てよ、くこんな生物部の教室にいたんじゃ肝心の貝の集体が見られないじゃないかよ。大丈夫です。森に赤外線センサーと連動した自動カメラが仕掛けてあります。僕が野生動物の生態を撮影するために自分で作ったものです。はあ。ですから青い顔をして逃げ出す貝が自動的に映るはずなんです。なるほどね。工場ん、どうしました。教頭先生、どういうことです。今年の合格者の書類を見ていたら、なんとあの大道寺という問題児が合格になっておりますぞ。私が合格させました。何か疑問はありますか。終わりです。あの生徒は学科の成績が合格ラインに達しておりません。しかし面接の点数が良かったものですから。何をおっしゃいます。あんなにチャランポランな態度だったのに。しかしあの生徒は目が輝いておった。はあ、彼は今にきっと何か大きなことを成し遂げる少年です。うりゃってうりゃってくそってこどうだ。おっとっと、うわっ、おお、やられちまった。何しやがる。わりわり、ぶつかっちまった。どうしてくれるんだ。ゲームオーバーになっちまったじゃねえか。だからさ、わざとじゃねえんだ。なんだと、てめえわざとよろけてぶつかったじゃねえかよ。ああ、言いがかりつける気かよ。言いがかりじゃねえだろ、てめえの方が先に。面白い。おい、表に出な。こんな場所に連れ出して何のつもりだ。さあな、自分の胸に聞いてみな。ふざけんな。お前さんこそふざけんなよ。なんで、仲間が嫌がったのか。卑怯な野郎どもだぜ。どうもお前の態度が気に入らねえんだよな。近頃ここら辺のゲーセンで派手に目立ちやがってよ。台をいつまでも占領していい気になってやがるしよ。しょうがねえだろ、ゲームがうまいんだからよ。アメンじゃねえよ。痛い目見てえのかよ。あ、やるのか。後悔するぜ。でやー、うわーっ、そらやったかな。そうだ、なんだよ、もうおしまいか。でけえ口叩きやがって、歯ごたえのね連中だ。くそ。さて、中に戻ってスペースファイヤー3の続きでもやっかなっと。この間の写真、現像したんですけど。お、カイが慌てふためく様がバッチリと写ってたか。うん、じゃあ早速その写真を。それが写ってなかったのか。カイではなくて
別のものが映っていたんです。別のもの？こいつはもう飽きたな。こっちのやってみるか。おい、お前。ん？なんだ、ガキか。縁っていうのか。そうだけど。これ、今ゲーセンの外で頭立てたヤンキーみたいなやつから預かったぜ。お前に渡してくれって。手紙か。じゃあ確かに渡したからな。あぶよ。なんだこれ。うわ、巻き紙だ。で、果たし状と来たもんだ。しかも、汚ねえ字。なになに？先日はわしの子分がえらく世話になったそうじゃの。落とし前をつけさせてもらう。明日4月1日朝7時、大近川の鉄橋を下に来い。風雲高校黒岩劇。はぁ、やれやれ。ご苦労なこった。明日は俺の入学式なのによ。じゃあね、その前にパパッと片付けるとするか。覚悟しとくんだな、黒岩劇とやら。